こんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ今回はもう見てください、もう出しちゃいました、ドン、ほぼカニ、ほぼタラバガニ、ほぼホタテ、ほぼホタテ、ほぼシリーズ。ほぼほぼカニに一見見えますが、かまぼこ由来のまあ商品をカニに近づけた、タラバガニに近づけた、ホタテに近づけたで、ものでございます新商品なんですよ、はいはい、ほぼホタテの、ね、ちょっと大きめのね、なんかね、そうそうそう、なんか見た目もこっちだともうほぼホタテか、そうだね、これ隠されたらこれ何ですかって言われたら、俺ホタテじゃないですかみたいな、あ、でもこっちの方がほぼホタテだね、それはすごい、そ、これ完全新商品じゃない、これすごいね、まあ、ほぼホタテだね、それほぼいらなくないそれ、ほぼホタテだね、ホタテでよくないそれこの違いあーまあさすがにわかるね、こう見ると、まあ艶っぽいしきめ細かい、なんかね、ホタテならではのならではのね、質感みたいな、そうだね、まあわかるっちゃわかる、まあ、これはちょっと綺麗すぎるもんな、全部、ね、まあまあまあ、うん、まあ問題は味ですよ、味、そうですね、あとまあズワイガニの缶詰も一応用意しましたんで、はい、はい、というわけでやっていきましょう、はい、じゃあどうしますか、まずは本物を知らないと、じゃあ本物食べますか、食べます、はい、ホタテ食べたいだけだよ、うるせえ俺は腹が減ってんだではまず生のホタテ食べてみたいと思います、いただきます、うん、ホタテやね、うん、ホタテだね、うん、僕ホタテですっていう声が聞こえてくる、うん、口の中で僕ホタテですって言いながらもう喉に切って、うわあ、かわいそ いそうじゃあ早速ほぼホタテ食べてみましょう、じゃあいただきます、俺鼻詰まってんだよね、よいしょ、あーなるほどね、味的にはカニカマですねこれはホタテではない、ね、これどっちかというとね、ボイルしたホタテだね、うん、味的には、ね、そうだね、頑張ってるっていう、味も食感もこれと違うの当たり前だよね、当然そりゃそうだわな、うん、評価したいこれ焼いたりしてもまた美味しいのかな、まあまた変わってくるんだよ、そう、あのね、ちゃんとね今回も用意しますんで、うん、ちょっと焼いたりもしてみましょう、でこちらはね浜焼き風なんですって、一応あのバターも用意してますんで、じゃカニシリーズもちょっと食べてみます、じゃあまずは本物、本物から、うん、はい、イエーイ、ホタテは本物用意できてもカニはさすがに持ってこれないマジのタラバガニは用意できなかった、まあ、このカニの味を覚えておいてください、はい、覚えます、ほぼカニ食べてみましょう、よし、これちょっと気になるな、いやでもこのな筋みたいのをよく再現できる、よいしょ、いただきます、うん、あ、うん、これはねカニカマですねカニカマですね、これは魔王ことなきカニカマ、うん、高級カニカマだね、まあ食べたらカニカマだってわかる、うん、さあ続いてこちらタラバガニでございます、はい、ちょっといただきますか、そうですね、だからあのタラバガニのほぐれる感じを再現してるんじゃない、これわからんけど、ほぐれる感じ、なんか粒が大きいというか、粒が大きい、うん、この感じ、断面の感じ、こんな感じ、あ、飛んでた、こうやって飛んでた生きてる生きてる、こんな感じ、新鮮だぞ、いただきます、まあカニカマですね、うん、味違うね、やっぱりね、味違うね、ちゃんと変えてるね、タラバのだから肉感みたいなのをやっぱり重視して、重視してる、商品としてはすごいよくできてるなっていう感じだ、はい、せっかくなんでホタテ焼いて比べてみましょう、いいね、はあ、うん、いいね、だってバターあるじゃん、バターでやったらやっぱうまくなってるね、いや、こんなんもうやばいだろ、絶対うまい、やっぱ最強だよな、うん、え、何？本物を偽物に近づけるっていや逆じゃない確かにこっちは浜焼きこっちに近づけることになってるもんなそれはおかしな話だよ、だからこれはそのまま焼いて、うん、こいつらはバター醤油で焼いていけばいいのか、うん、これ生で食べる、うん、でもこれも焼いてみたりしたいけどね、そのまま切った感じ、このだからホタテのさ、の筋みたいなのね、あ、あるね、なんかちゃんとすごいね、再現してるすごいね、ホタテの貝柱食べたくなってきた、確かにわかる、ん、こっちの方がうまい、やっぱり、うん、こっち新商品で、こっちよりはるかにうまい、それ味付けされてるからね、それそれは何、ホタテ的な意味ではどうなの、ホタテ食ったことないさなら騙せるそれは騙せる、ね、何でも騙せるわこれもやっぱ焼いた方がいい気がする、うん、そうだね、焼いてみよう、よし、やっぱ本物かな、本物焼いちゃいますか、本物からもう結構いってます、いきますか、いっちゃいっちゃう、ホタテ何個いっちゃう、全部いっちゃった、全部いっちゃう、うまいからいっちゃう、つい追いバター欲しかったり、追いバター欲しい、追いバター欲しい、はい、はい、追いバター超えてるよ、バター超えてるよ、
火強いんじゃない？焦げバター大好き。強いわ。あ、バター。うまそう。絶対うまいね。絶対うまいこれ。完璧にほぼホタテよりただのホタテの方がテンション上がってるじゃないかよ。いいね。うまいよ。よし。オッケー。うわー。はい、ホタテのバター焼き。はい、いただきます。なんかホタテは火通した方が好きよ、これは。うまい、うん、また適度な火加減。うまっ。これ勝てるわけなくない？無理だ無理だよ、無理だわ、これほぼじゃ無理だよ、これほぼじゃ無理だわ。これはどうやって近づけるの？何が足りなかった、結局。じゃバター多めにしていきましょう。いきましょう。はい、これは多くてなんぼかもしんない。うん、バターの風味をかなり強い。バターに頼る。お願いします。よし、はい、ホス。そうなるとバターもホス。あ、バターもホス。バターもホス。はい、はい、追加バター。ホス。おし、すげえバター量だ。ただバターはうまいから、バターの量でごまかすって。確かに。ごまかす言うな。そのほぼホタテをバターで挟んで食った方がいい。いや、もうホタテになるんちゃう、これ。今なる？来てるね、今。転生入ってる？今真珠作り始めてる、多分。やった。それは違う。あの、焼き加減はさっきと違うんですよ。わかりました。ちょっと長めに。やっぱ時間かけた方がバターの味が染み込むんで。なるほど。ね、ポテンシャルが半端じゃないんで。大体時間が解決してくれるから。失恋の痛みも時間が解決してくれるよ。そういうことよ。お前失恋したことないもん、ね、ない。失恋したことないってすごくない？これかっこいい。モテすぎてヤバいやつみたいな。さすがだね。永遠のゼロですから。永遠のゼロ、かっこいい。オッケー。はい、できました。はい、できました。美味しそう。ネギ乗ってる。これネギっすね。焼きネギなんか。でかいのか。これが。隠れてるのがあれでしょう。新商品。うん、いただきます、うん。結構熱い。うまい。うん。全然近づいてはいないけど、うん、もううまい。うまい。次でかいやついきますか、はい。新商品の方。よいしょ。あ、こっくうまい。うまい、こっくうまい。これ飯欲しいわ。こっちやっぱ味付けされてる分、うん、さらに追い味付けしたから。いや、でも味っぽくなって。いや、でもうまいよ、マジでいい。気まぐれで入れたこいつ、ちょっとどう。カニ焼いた方がうまい。あ、焼きガニってことは分かったな、今回全部分かりました。分かった、結論出ました。バター醤油で焼くとうまくなる。ただし近づかない。バター醤油何でもいけるんちゃう？これバター醤油万能説ってある。いや、そうだ、バター醤油万能説だわ。これなんか別な企画できそうじゃない？バター醤油で何でもうまくできる説。そうだね、まずいもん探そうが難しいかも。そうだね。バター醤油とカレーマジックはどっちが万能なのじゃ。ああ、最強の対決だ。最強対決だそれ。だってこれ下手したらカレーマジック使ったらめっちゃうまくなる可能性もあるわけじゃん。最強だ。だから今度ワールドでやろうぜ。そのいいね。今度バター醤油マジックができるかもしれない。あー、確かに確かに。おー、いいぞ。新商品の提案までできる。結論出ましたね。近づかないけど。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 こちらにございます。そして、下の概要欄にもですね、URL が貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いします。うわ。大丈夫です。